だから、まあ、何千万、何千万、うん、まあ、前半ですけれども、うん、資産があったので、まあ、2年ぐらいは食いっぱぐれないでしょうと。だから、一回やめてみようと。やめたら、皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルへようこそ、ヒロピーです。小山です。さあ、今日は？今日はですね、番組のパーソナリティのヒロピーさん。はい。自己紹介というところで。今更。はい、今更なんですけど、まあ、どういうことをやってきたのかっていうのをですね、はい、まずこの機会に皆さんもうじっくり聞いていただこうというところで、はい、私から、はい、いろいろ質問していきたいと思います。はい、まずじゃあ、まあ、出身地から教えてもらいましょうか。はい、名古屋出身です。なるほど。名古屋、はい、名古屋出身って投資やってる人多いですよね、名古屋と。この愛知県出身っていうやつは絶対名古屋出身じゃない。なるほど、なるほど。絶対名古屋人って名古屋出身って言うんだよね。なるほど。か、名古屋近隣の町か、市の人はめんどくさいから名古屋っていう。なるほど。愛知って言うとダサいからとか。ああ、なるほどですね。はい。まあ、僕は名古屋市生まれですと。株やってる人の比率も名古屋、すごく多いらしいです、ね。ああ、そうなんだ。はい。まあ、年収が高いからね、あの町。トヨタがあるからね。あとトヨタ御三家が。うん、まあ、なので、車も保有率はかなり高いよね、愛知県。まあ、そりゃそうですよね。うん、まあ、そういう町で過ごして生きておりました。ちなみに、投資はいつから？投資は幼稚園の頃です。幼稚園の頃はどうやってそれを知ったんですか？お年玉もらって、はい、UFJ 銀行の前身の東海銀行で1万円入れておいたら、翌年金利がね、380円ぐらいついてて。おー、3% ついたってことです。そう。当時100円のお菓子だよね。うん、あれが3個買えるって。なるほど。テンション上がった。幼稚園児には衝撃的な。確か5歳か6歳の時。うん、それでまあ将来ちょっと投資をやってみようと。そうなん、もうその頃からすぐ。その頃からお金大好きだった。なるほど。ちなみに最初に投資をやったのっていつになるんですか？最初にやったのは19歳か20歳の時に、うんうんうん、19だね。そう、そういった幼稚園の頃もあれば、うん、中学校の時に IT バブル、うんうん、投資を一部のその新聞開いて、いつも新聞見てると NTT ドコモとか、うん、KDDI とか光通信とかソフトバンクとかもって上がってる。まあでもああいうのを見ていてシミュレーションしてたんですね、カー新聞見ながら。で俺が KDDI 買ってたら30万も買ってたとかっていう、まあ、ちゃんの新聞の株式だもんね。そう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 。で興奮を覚えた中学生だ。お金大好きだったんですよ多分。なるほど。でも儲けるとかお金が増えるっていうのが大好きでお金勘定するのも好きだったから。じゃ あ, あのお小遣いをもらったら、うん、もうそれをめちゃくちゃ計画的に使う。計画的、絶対計画的に使う。もうずっと電卓届いて今月はこれだけ使って。そう、まあ、基本的にお年玉は 50% 貯金して 50% 12ヶ月に割って使うって決めてたのか。なるほど、うん、そこまで長期的だった、うん、でお母ちゃんからもらうお小遣いと、たまにじいちゃんばあちゃんからボーナス的に降ってくる1万円が稀にあって数ヶ月おきにっていうルーレット式来た1万円みたいな。ちなみにその時一番買ってたものとかって何？小学校の時は基本的に貯めるのが大好きだったんで。なるほど、ひたすら貯めていくと、うん、使わない。じゃあ相当ね、小6とかまで行くと貯まっちゃう。まあ僕の世代なんでポケモンだったんで。うん、ポケモンはまあでもゲームボーイのカセットをね、まあ、なんか自分で買いたい、まあ、年に1回ぐらいプレイステーションとかゲームボーイのカセットサンタさんにお願いしていく。なるほど。ちょっと自分で買うのは高いなっていうやつは、うん、お願いします。あと、あとミニ四駆だ。あ、ミニ四駆ですね。使っためちゃくちゃモーター買ってましたね僕も。ミニ四駆のツイッターでなんか同世代が騒いでるとすぐ食いつくっていう、うんわかります、めちゃくちゃ、うん、その間タオタオのなんか荒川社長とかあと西さんとかがツイッターで、うん、うちのマシンですみたいなっ てなんかちょっと流行ってたらしいんですけどタオタオさんの社内であれにはだいぶ食いついてました、うん、はい。なるほどです。ちなみにじゃあ高校の時は勉強はどうでしたか？理系と文系で。僕文系です。なるほど。やつ高校はね、学年最下位、学年下から2番目の成績で赤点大王先生でした。あの全然勉強しなかったんで。じゃあもう夏休みは補習に行きまくった。いや、ね、赤点をギリギリ取らずに。なるほど。うちの高校は赤点4つ以上から補習があるんだけど常に3つ取ろうっていうアホな戦略で、で結局ね補習したこと1回しかないの。なるほど。ないのに学年で多分下から数えて数番目だった。
まあ、ある意味もう狙っていった、狙っていくっていうアホな計画を立てて本当にそれをスレスレでやり最小限の労力でいくぞと、無駄なことはやりたくない、なるほど、古典とか覚えて意味ないじゃん、意味ないですね、半分何それみたいな、はい、レテルに行って絶対使わない、まあ、ちょっと半分ひねくれてた頃でございます私。ちなみに部活は何やってたんですか。部活はもうバスケット。なるほど。僕はもう、10歳の時から小学校4年からずっと約9年間10年間近く、ずっとバスケです。じゃあもうスラムダンク世代。そうなんですよ、だからスラムダンク世代です。僕74センチしかないけどリング届いたんだね、ジャンプして。ジャンプ力がめちゃくちゃ強い、身体能力はすごく自分で言いますけど高かったはずです。ちなみにもう僕、はい、ヒロピーさんといえば釣りの印象がすごいなんですけど、そう釣りもね、やっぱ中学校ぐらいからさらに小学校4年ぐらいで始めて、僕ハマると長いんですわ、永遠にやめないの。ゲームも一個ハマるともう何往復もし始める。なるほど。だからもうトレードもそうなんだよ、ね、そうですね、何往復もチャート見てるのが楽しくなるから何往復もやるんだよ、ね、ドラクエ6なんか多分これ50往復やったの間違いなくっていうぐらいハマるので、飽きてくると普通の王道のクリアの仕方があんまりが慣れてくると、うん、次なんかバーバラ一番上に置いてでホイミスライム置いてとかペリー置いてとか、もうほんと弱めのパーティー、あとミレイユ置いてとか、難易度上げてわけのわかんないパーティーで主人公とハッサンはもう馬車に入れっぱなしで戦いに行くとかでえへへとか言ってね、デスタンモアとして楽しんでる私でございました。はい、まあ、変なこだわりもありもあれば、ハマるとずっと同じのを続けるので、うん、まあ、釣りもそうだし、まあ、バスケはちょっとやりたいけど怪我すると会社の経営にあの支障が出るのでやってませんが、ポケモン流行った時めちゃくちゃやってましたよね。ポケモンやってた、20キロ歩いたわって連絡がして、そうポケモン GO だね、あれは山中さんはその3倍上を行ってた、ね、半端ないです。投資家確かにハマる人多いですね。山中さんもハマると半端ないけど、うん、まあ似た者同士でございます、はい、じゃあちょっと上に行って、大学生の時は、はい、大学生の時は株トレーダーデビューで、うん、ライブドアで当てて、うん、100万ぐらい近く口座残高が増えて、やめちゃったんだよねその後一回、はい、あ、綺麗に、もう嬉しくて出勤して、うん、買いたいものを使いたいものいっぱい買って、オンラインゲームにめっちゃ課金して、あと焼き鳥屋でバイトして、バイトもまたこれもね週2とか週 2.5 しか入ってないのにとバイト代が12万円あった。もう1回がめちゃくちゃない。そうそうそう、な効率的に生きるの大好きだから。で残った時間オンラインゲームと、オンラインゲームばっかしてたかな。なるほど。で単位はギリギリ取るみたいな、卒業することと目指す、うん、で、株は好きで、まあ、元々ずっとやりたかったやつだから、うん、まあ、一回全部資金使っちゃったんで、まあ、いつかもっと大きくやろうみたいなふうに考えてて、でその後就職して初めてもらったボーナスで株やって、その半年後に FX やってた方やってたらなんかかっこいいなと、うん、響きがかっこいいなと、で FX に参入したっていうのが、まあ、24歳ぐらいというか2010年です、はい、ちょうどリーマンショック後だったからボーナス全然なくて、ね、うん、前年まではなんかね5ヶ月出てたとか言われて、すげえこの会社とかって入ったらなんか1ヶ月半ぐらいしか1ヶ月ぐらいしか出なくてめちゃくちゃ減っちゃった。そう20万とか何これみたいな残念な頃がありましたと。まあね、景気が悪くなるっていうこういうことなんだねっていうのは思って社会人生活をスタートしたヒロピでございました、はい、そのお金は FX に入れて本当に1日200円生活とか言ってね、野菜炒め作ったりご飯炊いたりして、うん、本当にもやし炒めで生きるぜぐらいの、そう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 、夕飯200円とか、うん、コンビニであの100円の野菜炒めセットあるじゃん、袋、はい、セブンで買ってきて、どっか安いスーパーで1キロ買いしてなるほど、肉をこうねビニールに小分けして冷凍庫を入れて、毎日肉と野菜をこうバランスよく取るためにチンして腹減るからご飯を1合食ってっていう本当にひもじい生活を2年ぐらいやってました。おお、それ2年、食費1ヶ月6000円でいけるっていう、うん、まあそれは言い過ぎだけれども、まあ、昼もあるし朝は食わないし、うん、今食べますよ、昔は食べなかったんでお金なかったのでまあでもそういうので徹底的にコストを抑えて、生活コストを抑えて、残った月5万円ぐらいを全部株とか FX に突っ込んで、
ずっとやってました。あれ本当に徹底してますよね、それ2年になるって。まあね、うん、まあ、そういうとこあるじゃん始めたら徹底する、徹底してなので それであとボーナス2回分重ねて、まあ、社会人2年目に本格的に FX を始めました、うん、で本当に最初に貯めた60万か80万60万かな、最初に始めたのは。でその後すぐに80万超えて、うんうん、1ヶ月か2ヶ月でウィーってやってたら10万に減って。それはなんで減っちゃったんですか知らないそういう時期ですね、よくわからないけど増えたり減ったりしちゃう。でも5ドル逆張りみたいな。ああなるほど、オーストラリアドルやってたんですね、うん、徹底的に逆張りして原油も取引して大炎上して、はい、まあ、結局、まあ、最後覚えてるのが11万円だったんですよ、細かい数字言うと。なんかもう朦朧としてベッドの上でゴシゴシ枕で拭ってっていう苦しい苦い思いがございます僕も、はい、あそこからでもプラスになるっていうところですよね。そうね、でその後ちょっと数時間ぼーっとした後にだいぶ落ち込んでる時間短いんですよよしと、まあ、三省堂行ってとりあえず5冊ぐらい株とか FX チャートの本初めて買って、うん、ダイヤモンド財も買って月刊財ね。今見ると月刊ダイヤモンド財も本当初心者向けの内容だなって言って、もう本当にね、なんだろう、15分ぐらいで読めちゃうじゃん、ペラペラペラって。でも最初買った時ってすごく面白くて知らないことだらけだから、本当舐めるように読んでて、本当にあの時って知識なかったんだなって思う反面、まあ、すごく楽しく、毎月出るのが楽しみ、ダイヤモンド財が。まあそれはまあ本当にひたすら知識つけて読みに読みまくって、うん、サラリーマン時代は土日になると12時間ぐらいスタバとかカフェ転々としてコーヒーいっぱい飲みながら本読んで、本一冊読み終えると次の店行ってまたカフェで読んでみたいな、うん、でノート PC 開けてメタフォー開けてこう形状を確認するっていうのを1年やってました。一番勉強になった本は何ですか？まあ、いっぱいあるけれど、最初の方はやっぱりあの羊飼いさんと財が作ったあの FX の初心者本、うん、あの緑色のやつ、はい、あれ数年前更新したんだけど、あれ更新しようって言ったの僕で。なるほど、更新する立場になっちゃう。いやあのそのまた脱線するんですけど、その財の副編集長と仲良くて、あれ絶対再販した方がいいですよって言って、スポンサーが外為オンラインで言いに行ったらって言ったら、そしたらその財の副編集長がそうですねとか言って、いきなり外為オンラインの社長、そうだな、そろそろ更新するかみたいな感じで、すぐ決まっちゃった。で羊飼いさんが来て、であのだからあれに僕インタビュー出てんだよね、後ろの方の巻末で。まああの本本当に勉強になったし、雇用統計ってなんだろうとか、そうですね、最初にやりがちですよね、なんだろうっていうので、まあ基本的な経済指標、うん、ファンダメンタルズを覚える本として、こちらも舐めるように読んで、分かりやすいですね、うん、あら本当に分かりやすい、超いいと思います、うん、まあなんでそれを見て初心者の頃は勉強しました。あともう本当に月刊ダイヤモンド財を1ヶ月おきに見て、まあ、もうとにかく読む、うん、知識を貯めていくっていうと、うん、であとはまだ当時のね2010年11年はもうちょっとインチキ臭いサイトがまだ結構多かったから、うん、ウェブサイトってあんまりなかったですよね当時、うん、あったけど、もうなんかわけのわかんないブログがいっぱいあって、うん、ブログでしたよね、あったとしても、うん、結局その大負けしたのは実は人生1回だけで、うん、何も最初の1回、そうで、その後2011年に入ってから、そのもうバカみたいに本読んだり検証し始めて、3ヶ月か4ヶ月目ぐらいに初めてプラスになったのかな、月で、うんうん、あの東日本大震災の時もプラスだったんだよね、3月の時、うん、ぶっ飛んでる相場とかグーンって伸びてる相場を掴むのがなんか得意だったみたいで、もともと性格上だから、まあ不謹慎だけど急落してるところ日経先物ショートしたんだよ、バーンっつって、そこでバッカーンっつって収益40万ぐらい抜いたのかな、当時すごい嬉しかった覚えがあります。まあただあれは今に思うと日本経済どうなるんだろう恐怖感がなんかうわーっと込み上げてきて、これは株式市場すごいことになるんじゃないかっていう、まあ危機察知能力みたいなのを最初になんか開花したじゃないですけれども、うん、あの相場に出会えてちょうど初めて覚えた、うん、まあ、こういうことが崩壊だったじゃん、そうです ね, ね日経平均1000円だってあの時ね、どっかの CFD でね、月曜の朝一に、あ金曜日だったんだよね、地震が。
で月曜日の朝一に1万350円ぐらいでショート売れたんだよね少し、うんうん、もう朝一起きて、はい、でうーって待ってたらすぐ入れて、あの早朝やってるとこだったから、でその後サーバーがなんかダウンしたんだよね。なるほど。でほとんどの証券会社はアクセスできなかった。でその後9時でグーンって急落して、持ってるポジションも生産できないみたいな現象が確か起きて、まあそんなので収益を上げたんですけれども、その後まあ4月5月6月、まあ勝ったり負けたり勝ったり負けたりの繰り返し FX をやってて、まあ結局原油とか CFD もやってたんだけれども、ちょっと一回 FX に集中しようと思って CFD 系は封印して FX 中心にやるようになりますと。で覚えてるのが2011年の何月だったっけな、9月ぐらいかな、オージードル中心に過去最高の月間700ピップ取って、動きましたね。そう、あのパリティ超えて、あそうです、ね、オセアニア買いがイケイケの時だね、うん、初めて700取って、その後すぐ800いくつ取ったのかな、連続で連続で、でそっからすごい自信がついて、うん、負けるものの淡々と勝ち始めるような領域に足を踏み入れたのだけ覚えてますと。明らかに勝ちの方が大きくなってきて、うん、そう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 、負けるんですけれども負けても100、200、うんうん、でも勝つ時がその300、400、500とか大きくなってきて、ちょうどその頃に2011年ぐらいの時にスイングトレードやろうっていうふうに、まあ、あの5分足とか15分足向いてないと思って、うん、週足トレード日足トレードやろうと思ってそっちに切り替えたら、そういう大きく取れるようになったんですな、うんうん、なのでまあ当時1万通貨でやってたんで、まあ、700フィップ抜いて7万円ぐらいの利益になったのだけはすごく覚えてます。でその後成長していったと思うんですけれども、やっぱりアベノミクスだよ ね、 2013年の、うん、まあ下積みがあって2012年もまあほとんど勝てる月が増えてきた、すごい連勝したんだよな、10ヶ月ぐらいか、まあ、微妙に覚え、うろ覚えですけど、まあ、かなりずっと連勝が続いてて自信もついてきたっていうのがもう2012年の暮れ。突然ね、勝てるっていう自信が湧かないんで、勝ち始めてもあれ、いやこんな勝てるわけないっしょとか、あれなんか3ヶ月連続勝ってるなとか思う期間ってまあ出てくるんですけど、その時にもうなんか、あ明日から勝てるようになります僕とかなりましたなんて実感するのって1年後なんですよ大体。半信半疑で自分を疑いながらも、あれなんかあんまり負けないなってなってくると、よしいざ資本を積もうかみたいな感じで積んで戦えるようになるわけですね。その時にじゃあボーナスとかで貯金にあったものを、うん、そう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 、投資の口座に。だけれども、そう、その2011年12年は本当に10万円とか50万円とかでひたすら繰り返して淡々と、うん、ずっと固定、1万通貨固定でずっとやっていくと、うん、あ1万通貨の時もあれば1000通貨の時もあるし、スイングに長期スイングにしてから中期スイング、冷やし週足トレードにしてから、まあ、ワンエントリー1000通貨とか2000通貨3000通貨で、大きいトレンドでこう出た時は積み増してって数万通貨にして、うん、まあ、レバレッジ最大3倍ぐらいまでに膨らまして、淡々とひたすら2年間ぐらい練習してましたと、うん、で運が良かったのが2013年4月、うん、4月でも3月ぐらいからね、はい、民主党から自民党政権に変わってからドル円相場がうわーっと始まって、あれで種銭できたやっぱりでもこれってこの2年間があったからこそ、そうですね、あの捉えるどでかい10円20円クソバが捉えられたと。でまた運がいいことに2014年クロードバズーカ2じゃん、うん、まあ、ドーン行くからまた取れるっていうね、えあのやっぱりね、大事、あの一生懸命勉強して、うん、経験していつかチャンスってやってくるので、相場って1年か2年か3年おきぐらいにビッグウェーブで必ず来るので、為替の時もあれば株の時もあるし、最近だとビットコインもあるし、ところどころ原油の大相場もやってくるし、ね、なんかあるんですよ、中国株とか新興国の株って。なので僕はまんべんなく市場にベットするのは、全体を見て一番簡単な順張りトレードが成立するところを探してそこにかけるんで、まあ、FX で培ったノウハウを水平展開して応用しているっていう状況ですと。まあそんなことがあってですね、2015年に会社を辞めました。もう収益がもう安定したから、うん、もうそろそろいいかな。そうね、もうだからまあ何千万、うん、まあ、前半ですけれども資産があったので、まあ2年ぐらいは食いっぱぐれないでしょうと。だから一回やめてみようと。やめたら、まあ、ヤフーファイナンスとかザイの、あのトレードバトル出て好成績を残していたおかげで、まあ、各社からコラムとか登壇の依頼が殺到するわけよね、うん、はい、
あれが一番大きかったよね。財とヤフーファイナンスのコラボ企画が大きかったよね。はい、あれ1年間、ちょうど12ヶ月やって、長かったですね。2回戦やって、どっちも大きくプラス出したっていうのが大きくて、まあ2回目なんか特に、ね、YGFX となんか口座連携されて、僕がポジション取ると速攻にクロッピーが1000通貨ポジション取りましたっていう、まあ、あのクレイジー企画何だったんだろうと。ファイナンススタジアムってことですね。7ヶ月やったんだよね。なげーよみたいな。で、結局あれが30万が42、3、4万かな。最終結果42万ぐらいだったんですけど、手数料が結構3万取られてて。でも本当はまあ45万だったんだけど、まあ 1.5 倍にしましたと。でも、ただ単にこういう風に上がったわけじゃなくて、30万から35、6万まで上げた後に、今度一気に21万円ぐらいまで落ちて、でそっから大復活で、一時ね50ぐらいまで行って、でそっからガーって30万前半に落ちたあとにまたガーって戻ってってっていう。結構な波が。そう。でもそれがすごく面白いじゃん。うん、企画的には面白いですね。で、1位と2位でこう、僕と田畑くんが争ってたから、うん、最後の残り2週間までほぼ1万円差で拮抗してて、40万円で前半で。もう最終的に僕は負けちゃったんだけれども、彼が50万いって、僕は42、3万でフィニッシュだったんだけど、まあそれがすごい、受けて、もうヤフーからもう継続で、もう1年継続で、追加継続でお願いしますって来たぐらい、すごい PV だったと。うん、1日1万 PV だもんね、あのページ。そうですね。うん、だったんで。もっとあったと思うんですね。うん、いや、僕だけのページで。あの、うん、ボビー・オロゴンも出てたしね、はい、福田萌さんも出てたし、芸能人と一緒にバトルしてたんですよ。あっちゃんも。そうですね、あの、あっくんの奥さんですね。本当に恵まれたチャンスもあり、企画に出していただきながら、好成績を。いや、ただ運良かったと思うよね、今考えると。よく勝てたな、あんなので。結構そんなに、持ってれば上がるっていう相場でもなかったですよね。うん、結構荒れてる時期、うん。あと、こういったトレードバトル企画って大体全滅するじゃん。あれでね。誰も勝てないみたいな。そうそうそう。あれ、メンタルやられるんですよ、みんな、本当に。ポジション見られて、しかも7ヶ月。ちょっと普通のトレードじゃできないんですよね。できないんだけど、なんかできたんだよね。たまたま。メンタルが強かった。うん、だって第1回目の5ヶ月が、ちょっとしょぼかったんだけど、10万円が13万円ぐらいになった。この時は1位だったんだよね。で、後半戦の第2回が30万円スタートで 40%、50% のリターンだったっていうので、まあ本当に安定して、しかもサラリーマンやりながら、画面見てて、1000通貨でポチポチやってんのに、そこまで行くんかいっていうのが多分センセーショナルっぽかったじゃないかなと自分では分析してました。で、そこからスイングトレードって結構流行ってきたんだよね。昔ってスイングトレードってワードなかったんですよ。そうですね。スキャルピングしてる人めちゃくちゃ。スキャルかデイトレで、スイングって何みたいな。まあ、何ってこともないけど、ほとんど、スイングトレードでやってますなんてほとんどいなかった。ここからまあ、わーっとスイングトレーダーとしての枠。キャラで全く空いてたゾーンだったね、業界で。なので結構いろんな業者さんに面白がってこう呼んでもらえた。スキャとかデイトレだとさ、なんか毎月数百万出してますみたいに結構派手にやらなきゃいけないじゃん。だけどスイングで地味にコツコツ年間30、40、50% 狙いましょうって結構まあまあ地に足ついてるけど、まあ一応そういった成果があったから、コンテンツで。で、いろんな FX 会社からの登壇が依頼とか広告とかがあって、正直 FX やらなくても収益相当ありました。そっちもあります。事業収益が。事業収益もすごかったです。当時まだ YouTube なかったんで、特に。まああったけどあんまり登る前だったんで、まあそういったところの収益もあるので、余計トレードもゆっくりできるよね。でその途中で、見つけたのがビットコイン、リップル。あのヒロビさんとオフ会で出会って2回目に出会う時にリップルのセミナーだったんですね。 そうだ。ある時あのヒロビさんから電話がかかってきて、リップルのセミナーがあるんだけど。そうだね、はい、名前だけ一応リップルって聞いたことがあったので、あの普通知らないとね、めちゃくちゃ怪しいですよ。2014年です。14年です。でもあの時80人ぐらい来たよね。結構多かったですね、うん、その前が僕が出た時は6人ぐらい。ああ、じゃああの、少しの間にめちゃくちゃ増えた、ね、ビットコインが盛り上がってマウントコックス事件で弾けて、その後第2のビットコイン探しで出てきたリップルがフォーンみたいな、ね、まあそういったのがもう相対取引であってですね、まあ、結局ハッキングされちゃったんですけど、リップルは。面白い。まあでその時に、その後にビットコイン買ったりもらったり、イーサリアム買ったりで、当時よく考えたら、よくそのトップ3を選んだな。そうですね。まだいっぱいあったんですよ。すごいいっぱいあったもん。イーサリアムなんて当時なかったですもんね。うん。中でも買った順序的にリップル、ビットコイン、イーサだったんで、なかなか先見の目があるじゃないか、私と。
まあそれが本当に資金源に今もなってますと。やっぱりね FX やっててトレードがある程度上手くなってたからビットコインのトレードもやっぱいけるんだよね、うん、それで2016年から一人で活動を始めますと。専業トレーダーのはずだったんですけれども、まあ、いろんな副業依頼がいっぱい来るんで何やかよくわかんない状態でした。まあ、おかげでツイッターフォロワーもぐんぐん伸びるし、本当に2016、17、18も、まあ、儲けさせてもらったなと、金融市場に、と思います。2017年もね、仮想通貨バブルあったし、最初に買って永遠塩漬けだって持ってるビットコインも未だにあるし、まあそれだけでも多分、まあ当面生活できるかなっていうので。うん、で、まあそういう風に、まあいろいろとコツコツと種銭を稼いでいる最中に、今の取締役の鎌倉に出会いまして、面白いんですよね。外為オンラインのクライアントを作ったとか、ビットバンクのサーバーが作ったとか、サイバーエージェントに行ってアメーバピグのゲームのサーバーが担当してたりとか、とにかく高トランザクションをさばく技術に長けてる人がいて、もう面白いなと。でも本当にできるのか分かんないじゃん、うん、あの人だから FX トレードフィナンシャル、まあ、今ゴールデンウェイの名前変わっちゃったけど、うん、ついこの間までサービスやってたあのバイナリーオプション、はい、ハイローだよね FXTF の、まあ、あのツルシャン、ツル社長とかに面白いエンジニアいますって紹介して、本当に作れるのかなとか言って見てたら本当に作ってやっちゃったそう、おーすげえと思って、でエラーも全然出ずにさばいてるから、うん、これ本物だなと思って、じゃあちょっと他に仕事はと思ってったら全部作れるんで、うん、まあ、2000万ぐらい受け上がったんだよね、うん、作ってるだけで、これはいけるな事業っていうので、この CXR エンジニアリングを作りましたと。まあそういったおかげでですね、弊社その流れもあり、こうやってもう2、30人の会社にあっという間になりました、はい、めちゃくちゃ増えましたね、はい、1年目の売り上げが8400万で、2年目が約3億弱と、うん、フィンテック企業ですが、なかなかな快進撃じゃないかなと思っております。今年はだいたい4億円超えたらいいなみたいなぐらいなので、次はまあ頑張って上場したいなと、はい、上場は一生 ね残るよね、金を鳴らしてみたいっていうのがありまして、トレードばっかりしてて一人で稼いでても、まあなんだろうね、まあ、面白いんですけど、面白かったものが面白くなくなってるのに自分が嫌になって、うん、もうちょっと社会貢献なりできること何かなと思ったら、まあお金稼ぐことはちょっと得意なので、雇用を生む社員とかが収益上げてくれれば納税が増えるしと思って、うん、よしと、会社を本格的に大きくする会社を作ろうっていう、まあ元々は最初の個人企業だったやつが、まあちゃんとした上場を目指すような大きな会社に作ろうと思って立ち上げたのがこの会社です。最初の方はもちろん給与なしでしたし、お金足りなかったら自分のポケットマネーを出す繰り返しだったんですけれども、今は全くそんな必要もなく、今のところ順調に頑張っておりますと。まあそんな余裕がある程度できてきたから、まあ YouTube 動画を始めたっていうのも、そうですね、本音ではございます。ようやく、はい、本当にブログもね、更新もやめちゃって、まあ忙しかったんでね、この3年間ぐらい。なかなかメディアに出る回数もめっきり減ってたんですけれども、ようやく最近ちょっと余裕ができてきたので、まあこういった感じで、まあウェブ活動といいますか、メディア活動を再開したという、私でございます。はい。どうぞ皆さん、僕を初めて知ったという方は、まあ、適当にヒロピーと検索すると昔の、ね、いっぱい出てきますね。いっぱい出てきますんで、いろいろ調べてみてください。現在はトレーディングツールを開発するエンジニアリング会社を運営しております。ビットコインやフィンテックバブル相場に入っておりますが、やはりファイナンス×テクノロジーなので、それがフィンテックなので、フィンの方って結構ガラ空きだったんですね。なので、こういったブロックチェーン、AI ももちろんいいんですが、それをサポートする周りのシステムエンジニアリングっていう仕事もたくさんあるっていうのを気づいたので、この会社でまあ頑張ってるって感じです。まあなんとかね、売上10億ぐらいって、はい、マザーズにとりあえず上場できたらと思うんで、皆さんぜひ応援してください。今日は自己紹介。自己紹介でした。でした。引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。